で仲良かったの、ボストンの時。ボ？あれだって飴とか用意しなかった。俺笑った。何やってんのおかしいです。あれは飴用意した。飴とかのそのガムとかのお菓子バッグとかは1年目のルーキーがいるんですよ。だっていい年だろ。いやでも年は1年目、そう年は1年目なんですけど、あ年はねもう30何歳だったんですけども、でも。メジャーの年数1年目じゃないですか、うん、だからそういうところがもうルーキーなんで、うん、ルーキーのブルペンの中で一番年下は僕だったので、うん、だからやるんですよ、うん、まああのお菓子を詰めたり、あとはそうお菓子買ってくんの自分は、あるのと、やっぱり日本のお菓子が好きなんですよ皆さん。そうハイチュウとかねハイチュウとかやっぱりもう皆さんこう本当にハイチュウはソートキャンディーが少ないんですよ日本、アメリカって。ああいうのがないの。はい、硬いのしかないんですよ。リンパが取れそうなやつ、硬いもうついちゃうやつね。指とかない柔らかいのがやっぱり日本からそのね来られる方にハイチュウのお土産とかがやっぱり結構種類があるじゃないですか日本。あるな。アメリカってもうオーソドックスしかないんですよ。イチゴだとか。もうね、ガムもそうだよな。ピンク。で今はねありますけども、うん、昔はそんななかったんで種類が。だから人気だった。めちゃくちゃ人気です。ハイチュウ。ハイチュウは人気で、ハイチュウもそうですけども、アメちゃんですね、アメ。普通の日本のアメ。そのシュワッとするやつあるんですよ。コーラとか。途中だ。シャシャッとさ、はい。ああいうのもやっぱり人気なんですよ。メジャーの選手が口に加えてガムよりもそっちに加えてる。で試合の時はやっぱガム。食べた方が、うん、ちょっとあの唾液で、出るからあの指先 の, あの感覚的にあの唾で、うん、あの滑りがマシになるんでる、ね、そういうのやってますけども、もう本当休憩してるブルペンではみんな食べてましたハイチュウハイチュウとかアメちゃんとかね、はい、俺もだからそのパペルフォンとキャッチボールしてからこう仲良くなって、でデーブなんだろうって、はい、したらなんかさバッテリーコーチの人が紹介してくれて、はい、なんかアメリカでやってたらしいじゃんみたいな、うん、サノデでやってたんだよってだんだんいろんなの人で、俺はねあの今あいつらにだからおかじとかに教えてあげたいんだけど、はい、シェーブンクリームも赤いやつがいいんだとか、うん、赤いですね色でやるとかありますあります赤のピシュワってやつですね、あれこう泡の出方がいいですよね。あそうなの、でこう塗ってずっといて、はい、こう今はあれもダメになっちゃう、あれでも野手も分かって聞いたんだけど、うん、野手も分かってて、はい、滑る棒でスポンだけでこんなとこ取られるより、ね、はい、人知ってて、ね、ちゃんと投げてくれないっていうのがアメリカで、うん、俺はアメリカ行った時も、はい、そういうだからルールはもう暗黙の了解だったの、うん、それがだそれをパペルボンとか俺は赤がいいんです青とかね、あなんか緑とか緑とかそれで僕らも初めこういろいろ用意されて、うん、あの適してるのを使えって言われてやっぱりあの体質が違うじゃないですか外国人の黒人の指の感覚と汗のかき方とかちょっと違うんだ、はい、アジア系はで僕大輔君赤かもしれないけど僕はそれもサンスクリーンって言ってあの日焼け止め あったね、あの茶色いやつ違ったか、茶色あの緑のなんかいろいろあるんですよ、あれもあれもいっぱい用意されててもうどれがいいか分かんないけどもう一回もう試さないと、オープン戦でキャンプの時、キャンプの時ねコーチも言ってな、はい、でまずあの日焼け止めはあのフロリダ暑いんで適してるじゃないですか、塗ってても怒られないんですよ、あれ確かにもう真っ赤になっててもすごい日差しだ、もうやばいでしょあれは、オートマイヤーズもやばかったよな、痛いですよね、痛いですね、それを塗っとかないとダメって言ったから塗りながらロージンポンポンでみんなやってるじゃないですか、あれでも滑り止めになってますあれでね、はい、でもなみんなこうあ言ってたよだからアドバイスしてやんなきゃダメだって、そうそうそう、あれだけじゃやっぱりもう汗かかない時ってあるじゃないですか、寒いところ、うん、そこは通用しなかったですね、あの年のさカンサスシティなんて極寒だった、寒い寒いもうやめてって、寒いっす、あれはあんな中で平気でやるもんな半袖で、あいつら、ね、はい、あれはやっぱり半袖なのはそれですよね、あ、塗らなきゃいけない、そうそうそう、だからなぜって思うことが多いじゃないですか、確かに寒いんだったらフー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 やってるんですか、寒いから、うん、だったら長袖着るよって思うじゃないですか、うん、でも着れないのはそこなんですよ、そこなんだ、はい、あんま言えないですけどね、まあまあでもまあもう今はさ今は、はい、今は結構うるさいので、うるさくなっちゃったもんな、はい、だからそれででもあれも審判ももちろん分かってて、うん、野手も分かっててっていう、だからボール開発すればいいのに、そうですね、そこ行かないんだみたいなのは考え、カワス的にやっぱり高くなるんじゃないですかね、コストがね、あのボールがやるってきた、はい、分かりやすいのあんまり買って分かりやすいなと思った、うん、でなんで途中で騒ぎになったじゃん、ボールに塗っちゃダメだとか、はいはい、昨年そうでしたね、今まで散々やってきたじゃん、露骨すぎるんですよ皆さん、あみんなやりすぎ、はい、ここに塗ってなんか心に黒人の人が心
ここにあの茶色いのがもう身丸ばかりじゃないですか。ここになんか色ついてるのがポンついてたら日焼け止めとかなんかクリームの考えろよって。あとはその帽子が色が変わってたとか、うん、俺らもキャッチャーミットのここにパインタール塗ったんですかって言われてマー君とかに、はい、ほんで漏れちゃ無理だとデンって言われるとこれでもんでさ返してた、はい、でもそれがベタ。でも審判そうそう気づかないですか。気持ちか言わないな、うん、俺は前だったけどね。プロメジャーの場合は審判が直接行くじゃないですか、うん、あ、そっか、だからここもらえないんだ。もらえないんですよ。こうやっててもこうやっちゃうからもう審判から、はい、渡さない渡さないっていう。いやだから本当そういうバカレスなメジャーってな、はい、あのアメリカってだからボール変えればいいのって思いますよね。本当だ、はい、根本的にボールの皮をよく皮をよくみんなやらないでしょって。でもやっぱりコストが上がるんでしょうね。あでも俺らはねキャッチャーはあんまかけば汗かきだったからか知らないけど何やんなくても投げれたけどさ、野手はピッチャーな違うもんな。やっぱりあるのとないのとやっぱり安心感が違うんじゃないですかね。違う、しっくりくる時と来ない時ってやっぱりあった方がいいんじゃないですかね。あった方がいい。日本に来たら全然いらないでしょ。いらないですね。水野のボール、はい、水野のボールはもう僕だから僕日本でカーブは縫い目かけてないんですよ。あそうなの。 かける必要ない。もう逆にスピンに分かっちゃうんでしっとり感がいいんだ。だから日本の場合はもうしっとりしてるからもう普通の皮のところにかければ曲がってくれるっていう、うん、でもアメリカの場合はそれだと滑っちゃうからもうちゃんと縫い目かけてっていうふうに。まだ怪人のってでかいもんな。でかいです。あれは投げれるよな、はい、もうこういう感じでもうなっちゃうんですよ。ボールゴルフボール、はい、ちょっと違うけどその、うん、巨人が一番すごい待遇じゃん、はい、例えば試合前の飯もドームのご飯、はいはいはい、ケータリングって言えないあれ、うん、はい、なんなら夕飯で家族招待できるじゃん、うん、遠征先のホテルですね。ホテル竹園とかも、いやもうすごいです。異常じゃん。すごいです。ああいうの他のチームもないですね。ないでしょ。ないです。やっぱり申し訳ないけどハムもなかったでしょ。あの待遇はないですね。ソフトバンクだって、はい、でそのだけどそれと同じ、うん、ヤンキースじゃないけどボストンレッドソックスと同じじゃん扱いは。どんな位置なのあれ。ヤンキースが日本でいうジャイアンツ。そうですね。ヤンキースはあのボストン阪神とかなんで地、まあ、そのチームカラー的に、うん、でボストン、あ、ボストン阪神なんだ、はい、でヤンキースはあのやっぱジャイアンツ的な。でもあの食事とかはホームではそうやって出してもらえるんですけども、うん、ビジターではそんなにご飯がその球場に出されるだけなのでメジャーは。で今日はその中華ですよとか、うん、あの今日はそのイタリアンですよ。でその中には絶対毎日のように肉系はあるんですよ、うん、試合前のケータリングね。試合後です。試合後。試合前っていうのはその少ないんで。それは球場で飲んでもいい。飲む人いるの。ありますよ。ビールとかありますね。あ、もうバドワイザーの。ありますよ。ジェイズだって、はい、やってますね。いいね、はい、やったそれ、僕からはそのねやってましたけどもまあ、ビンビールとかですね、向こうはね。向こうのね、はい、しこって、はい、あー、いい、かっこいい。その時メジャー感じなかったの。メジャーだぜ、みたいな。いやかっこいいな、ね、チースが、ね、羨ましいな、おい、はい、やっぱご飯が、日本のがやっぱりすごいなというのはありますね。それあんだ、はい、で、じゃあその伝統球団にいたじゃん、12年あ巨人と、はいはい、そのレッドソックスの、うん、まあ、食事とかも全体見て、うん、どうなの、そのやっぱメジャーって何でもすごいよっていうに言う扱いがあるわけ、うん、はいはい、ご飯はやっぱり日本のがいいじゃないですか。だからジャイアンツの方がやっぱりすごくいいよね、豪華なんですけども、やっぱ泊まってるホテルとかはやっぱメジャーの方がやっぱいいんで。あ、俺あのボストンのホテルがフジテレビが撮ってくれたのがヤンキースと同じだったの、うん、最高級のとこだったの。あ、リッツカールトンですか。リッツカールトンだな、あれヤンキースが泊まるとこはリッツカールトン、ね、すごい、はい、でだからグルーピーもいるんだね、ちゃんとこうロープで貼られてジャイアンツ帰れるみたいなファンがいて、はい、ちゃんとカノーカノーなんて言うんあ、一緒だったと思って、もうね、うん、入らない、入れないでしょ、外に、はい、テローピングしてやるんじゃん、はい、ちょっとなんかそのでも入ったホテルの部屋っていうのは日本だったら貸し切りじゃないですか、うん、フロア貸し切り、うん、向こうの人はどこ泊まってるかわからないように逆に自分の名前、僕らも自分の名前じゃない名前で取ってもらうんですよ。あ、そうなの。ニックネームとかで。あ、そうなの。だからヤンキースもそうだと思うんですね。自分でカノーとかそのジーターとかそういう名前で取ってないと思うんで、うん、だからどこに泊まってるか分かんないんです。それがいいの、帰って帰っていいたずらで今もないし、もうフロア貸し切りでここに泊まってって分かるじゃないですか、うん、危ないから。でそこにセキュリティの人がいたとしてもちょこっと入ったとかする時あるじゃないですか、分かんないけど、うん、確かに物を盗まれたりとか、うん、で昔ジャイアンツだったらその
ね、ホテル前にクリーニングが来てたとかしてて、うん、それを捉えたとかあったじゃないですか。あったね、事件。だからそういうのがないんですよ。どこに泊まってるか。じゃあ球場で球場で全部出すんで、はい。シャオ球場で入って。そうですね。ビジターでも。ビジターでも。だから全部その私服で球場に行って、でも球場はもう全部その全部置いてあるんで、で球場でクリーニングするじゃないですか。うん、だから僕らとか大輔君とかもニックネームで普通にあの名前。あの好きな名前を入れてましたね。うん、でもあの時さ、俺オールスターに出ると思う、俺誇らしかったけどね。大輔行って、おかしいがオールスター行ってさ、はい、俺もサフラ行ったけど、はい、イチローもイチローさんがインクデビューとったんだ。ランニングホームラン。そう、はい、あの時どうなの、やっぱ誇らしかったの。あれなんで自分こんなとこいんのかなと思いました。やっぱ思う、思いましたね。イチローにさ、前日のそれインタビューがあるの、はい、ずっと待ってるの、メディアは外で、うん、よーいドンって蓋開いたら、はいはい、ドア開いたら自分の行きたいとこ行くわけ。はい、行きますね。あのインタビュー、あ、はいはい、おかしい、はいはい、俺、おかしいもさせてもらって、うん、であの時にイチローのとこも人だかりで、日本人で、日本人、はいはい、イチローに質問したの、うん、なんかこう、どうぞってやってくれるんじゃん、はい、あ、とりあえず俺先輩で、はい、俺のこと気がついてくれて、アテムさんどうぞってやってくれた、はい、あのじゃあイチローさんにとってこのオールスターがってどういうものなんですかって聞いたら、はい、メジャーのオールスターがオールスターです。やったな、この野郎。あ、お前そこ言うか、これイチローみたいな。かっこいいですね。かっこいい、かっこいいですね。だからこれがオールスターなんだっていう、まあ、常連ですからね、イチローさんはね。もう毎年毎年もうオールスターで出てられてたんで、やっぱりそれぐらいもうステータスなことをやられてたっていうことですね。僕はもうこんなとこ来ていいのかなっていう感じだったので。日本のね、オールスターはね、何回か出させてもらいましたけど、うん、またスケールが違うんです。あのちょうど俺らがベンチにいてさ、あの、おかじとかのことを、まあ、取材するわけじゃん、うん、見てるとさ、はい、慌ててたもんな、なんか何していいか分かんないです。そういう。おかじ、すみません、すみません、後で後で、だから何も言ってねえよ。だから、その、何がどうかっていうのが、説明がないんですよ。あれ、ないの？いや、全然ないんですよ。球場ついて。はい。あれ、バスで行くの、みんなで。バスで行きますね。あー、かっこいいな。バスで行って、ホームランダービーの時は、バスで行って、その、なんかこうやるじゃないですか、うん、今とまた違うというのは、昔は勝たないとワールドシリーズのそのホームがアドバンテージがもらえるかっていうのをやってたんですよ。今はもうある程度もう決まってるじゃないですか、うん、あの勝率のいいチームから始めますよっていう、うんうん、だからそういうガチでオールスターやってたんで、昔は信じられたんだ、はい、こっちナリグで取るぞみたいな、もうまず勝ってあのアドバンテージ一つもらうぜっていう、そのホームから始まる方がいいわけですよ。うん、そりゃそうだ。7戦やる中で4戦できるかどうか、そりゃそうだ、はい、だそういうのでガチでやってるミーティングとかもやっぱりガチなんですよ。オールスター、日本のオールスターってちょっとお遊びじゃないですか。そうなんだ。だからそういう